ランスタッド株式会社は東京都千代田区に本社を構える人材派遣、人材紹介、再就職支援、採用代行等の事業などを行う総合人材サービス企業。人材サービス会社では売上世界第一位であるランスタッドの日本における持ち株会社であるランスタッドグループジャパンの子会社。 富士スタッフホールディングスのランスタッドグループによる完全子会社化に伴う事業再編、経営統合に伴い、富士スタッフを存続会社として、ランスタッド株式会社と株式会社アイラインを吸収合併し、消滅法人の称号、ランスタッドを継承して発足した。現法人は1980年設立だが、創業は1985年に設立された。 富士総合サービス株式会社発足時としている。2018年第3四半期の実績により、世界最大の人材サービス会社となった。スタッフィング第1事業本部管轄のオフィス及び、スタッフィング第1事業本部及び同、第2事業本部双方管轄のオフィスについては、9、富士スタッフを継承し、支店ごとのフリーダイヤル番号が設置されているが、9、 アイラインを継承した拠点であるスタッフィング第2事業本部管轄のオフィスについては、統合時点で設置されていなかった。オフィス所在地の重複拠点については、2012年2月までに順次拠点統合を実施し、統合拠点では第1事業本部、第2事業本部を1箇所で行う体制となっている。統合により、旧2社の統合拠点では、 旧富士スタッフ側の番号を公開している拠点が多いが、横浜オフィスについては、旧アイライン側の番号を公開している。また、ランスタッド旧法人の直轄拠点名は、地域により、センター、支援センター等々、拠点によって統一されていなかったが、すべて、支援センター名に統一され、旧富士スタッフ及び旧アイラインの拠点である、オフィスと、区別されている。 就業登録は、派遣マイランスタット A、派遣マイランスタット B、転職マイランスタットの3つと、法人契約を結んでいる場合、専用の再就職支援部門への登録も可能となっているため、都合4つに対して、それぞれ1つの派遣内し転職希望の登録が可能であり、同一企業内での重複登録を認める形になっていた。なお、2013年に、 システムが統一され、旧ハケマイランスタット A ベースのシステムとなり、両方の登録者は A にログインする際の登録番号に統一されることになった。なお、旧ハケマイランスタット B のみを利用していた場合で、旧アイライン時代からの登録者については、登録番号を変更する措置を取った。旧富士スタッフを継承し、ハケマイランスタット A で登録した場合は、 2年ごとに登録更新が必須となっていたが、派遣マイランスタッド B で登録した場合は、ランスタッド発足時点では登録更新の制度はない状態だった。現在は、旧富士スタッフ登録者についても登録更新制度はないが、スキルチェックの受講などを推奨している。ABC ランスタッド株式会社第42期決算広告申請。 ランスタッド株式会社スタートのお知らせ初代、富士スタッフ時代の2002年に、法人格上の元ランスタッドにあたるプロフェッショに吸収され、富士プロフェッショとなっている。あるいは、一つのオフィスを近隣の2箇所に分散させ、旧富士スタッフ側を第一、旧アイライン側を第二と区別する形にしていた。これについては、旧富士スタッフ側は、現在の横浜オフィスの場所に、 横浜プラザオフィスとして構えていたが、統合拠点の代表番号は、隣のビルから移ってきた従来からの横浜オフィス側の番号を代表としている。なお、横浜プラザ側のフリーダイヤルは、統合後の横浜オフィスでも継続しよう。ありがとうございます。